監督の評価は悪くないはず。ダメっぽいなこれ。もう怪我するしダメだこれ。死ねえよ。悲しいならもうやり直すわ。うんうん。何か落ちている。拾うお金。これ30万ゲットできるわけがないからね。ここはちょっと猫ババ、あー違う、猫ババじゃない。あやばい、監督に怒られた。違う、猫ババじゃないっても違うっても頼む、試合出させてくれお願いだ。もうなんでスタメン、もう死ねゴミ。猫ババしたからかよ。もう消えろよほんまに。だから勝てねえんだよゴミが。うんよし OK、 スタメンをとりあえず確保していく。当然だよな。もうあまりはかどらなかった。やめろよ本当にこれ。ちょっとさ、よし、なんとか1回戦から出れたか。頼むぞおめえら。別に神宮とか行けって言ってるわけじゃねえんだ。2回戦ぐらいまでは勝ってくれないと困るって。くっそ、あれにもパーフロブスさんの4番であるこの俺が打たないわけにはいかねえだろ。あー、うわー、もう負けんじゃねえけど使えねえなこれ。ちょっと強振でホームラン。ああでも長打ナイス。これ2点取れるだろ。よし、これスリーベースいってやる。いいよ。さあ同点にしてやったぞ。よし、3点目取ってくれた。よくやった。これよっしゃ、危ねえ。EX 今日ガチャ回す回す。種市出たから回す。種市じゃない、小島出たから回すわ絶対に。もう追いつかれたし。嘘でしょ、なんで追いつかれんだよ。いやしぶとい本当に。くっそくそくそ、負けたら、いや分かってんな本当に。もううぜえな。死ねえやボケ。もう話にならねえ。よし、まあここは確かに1回最初の試合からね、もうスタメン確定みたいなもんだからな。死ねえやボケ、死ねえ。もう今のパワープロってマジぬる系だな本当に。だってさ、練習すればスカウト評価上げられるんだから、スカウトのもとに。あ、日本強化合宿本部から連絡があった。参加してほしい。あった、行くに決まってんだろバーガー。よし来た。これに出たかったんですよ。よし、あ、よかった。うん、これ増産するのでは。あ、大丈夫だろう。3週間だろう、大丈夫だろう。うん、3週間ぐらい持つだろう。てか今停滞だから大丈夫だろう。うん、絶対。死ね死ねよ。ほんま死ね。具合はどうだねじゃねえよ。ところで今日は何の日。もう給料もらってる場合かよ。ああ、もうレギュラー発表の日レギュラー外されたしさ。出れねえよ。もう負けたんだろゴミがよ。もうこれやばい、死ぬわ。もう終わるこれ。あー早く直せよ。来週からまた野球ができるじゃねえ。今日は皆さんに残念なお知らせ。せっかく強化合宿出たのにここまで何だったんだよ。本当に3時間かけて。当然のことながら野球部もなくなっちゃうわけで、もう仕事しろや。入院してでもさ、でも機会があったらみんなでまた野球でも楽しみたいですね。こんなことになるんだったら会社を守るためにもっと仕事をしておくんだった。もうまずい。もう一生やらんわこのゲーム。もういいっすわほんまに。ちょっともうやめますわ。